皆さんこんばんは、一国堂です。あれ変だな、声が遅れて聞こえてるよ。さて今回は治承4年1180年10月20日の富士川の戦いにおける平家追討軍の大敗を取り上げます。水鳥の羽音で平家が逃げて、全国の反平家勢力が平家長座庫と次々と反平家の狼藉を挙げた象徴的な事件です。しかし富士川の戦いの大敗は平家が弱いからというだけではない致命的なミスがいくつも重なっていました。今回はそれを見ていきましょう。治承4年1180年9月4日、源頼朝が挙兵して伊豆国川を落としたとする情報が福原京に届けました。福原京の平清盛は平維盛を追討しに任命、副将として平忠則と平知盛をつけます。この段階で清盛は頼朝の挙兵を甘く見ていることがわかります。平維盛の父重盛は非常に有能で清盛の後継者とみなされていましたが、生母が早く亡くなり朝廷とのパイプが弱く、逆に清盛の5歳で入った平時子の家系からは妹の重子、娘の徳子が次々と天皇の妃となり平家の地位を高めていました。そういうことで重盛が死ぬと清盛は徳子との間に生まれた平宗盛を後継者にします。つまり維盛は平家とはいえ暴流で落ち目でしたし、副将につけられた忠則や知盛も主流とは言えない人々でした。グラフを見ると平家一門では清盛や宗盛、知盛のような清盛に近い人に家人や労働のような精鋭が多く、疎遠になるほど家の力が落ちて兵力が少なくなります。あくまでも推測ですが、維盛や忠則、知盛が率いた家人や労働は全体で見ると10分の1以下だったと考えられます。清盛が暴流の維盛ではなく後継者の宗盛を総大将にしていれば、富士川の戦いの結果は大きく変わったでしょう。平安時代の軍勢というのは国軍が解散していた事情もあり複雑で、兵力といっても大きく分けて4つありました。グラフで見ると中心が家人で平家の血筋に連なる人、こちらが一番忠誠心が強く頼りになります。次に老頭がいて、これは平家と主従関係を結んだ武士を意味します。家人ほどではありませんが平家に属しているので戦意は高い方です。次に朝廷武官で京都で軍事に従事している役人、これは天皇や上皇に仕えていて平家に仕えている感覚があまりない人々でした。最後が在庁官人や地方豪族で地方で朝廷の仕事をしている身分の低い役人か、同じく地方にいて役人ではない豪族です。こちらは天皇の命令で出撃には応じるものの平家への忠誠心がゼロで、平家が甘くそうになったと思うとさっさと退屈したり敵に寝返ったりしました。なので頼りになるのは家人や老頭ですが、維盛の軍勢は家人や老頭が少なく、自然に朝廷武官や在庁官人、地方豪族に対する依存度が高くなるのです。こんなふうに言うと人数が多い清盛や宗盛から臨時に精鋭を分ければいいのにと感じますが、当時の軍事制度では不可能でした。近代の国民軍は兵士も将校も国に属し、所属の変更もよくあります。ところが平安末の武士は兵士以前に家族です。例えば清盛配下になった武士はそこから維盛の配下になったり宗盛の下に移動することがありません。
俗な言い方をするとヤクザの一家に入った構成員が杯も受けていない赤旗人のために鉄砲玉になれと言われるようなものでした。ではどうして清盛は勢力が小さい維盛を総大将にしたのでしょうか。これには当時の関東の情勢が影響していました。伊豆の頼朝の周辺には駿河木大の立花の遠持や伊藤助親がいて、相模にも平家家人の大場景親がいました。さらに9月6日には大場景親から石橋山で頼朝を破ったとする情報が届き、清盛は楽勝を確信。9月22日征討使はようやく福原京を出発します。ところが京都に比較して街道が集中していない福原京は在庁官人や豪族の集まりが鈍く、9月23日征討軍は出発するには日取りが良くないと1週間京都に滞在します。しかし実際は在庁官人や豪族は頼朝を恐れ、また平家への反発から朝廷の命令を無視したり意図的に兵力を減らしていました。追討使は9月30日に出発しますが、1週間の遅れは致命的な結果を生みます。追討使は治承4年1180年10月16日に駿河の国高江戸に到着します。しかし石橋山で敗れたはずの頼朝は房総半島に逃れて勢力を拡大、10月15日には3万騎以上を集め鎌倉に入っていました。また信濃で挙兵した源義仲は10月13日に上野国に入り、亡夫義高に仕えた家人を支配下に組み込み、甲斐では甲斐源氏が挙兵、武田信義が10月15日に足利合戦で立花の遠持の3000騎を壊滅させます。大場景親は選挙を率いて健在でしたが、10月18日に増え続ける源氏勢力に恐怖を感じて軍を解散し山に逃げ込みました。10月18日平家の追討使は藤川西岸に進出して、武田信義率いる甲斐源氏4万騎と対峙します。対する平家は4000騎と10分の1、その4000騎からも次々に兵力が逃げていき、家人老頭と朝廷武官だけになった維盛は戦わず敗走してしまうのです。藤川の合戦における平家の敗戦は単純に平家武将が弱いというだけではなく、頼朝を甘く見て亡流の維盛を派遣した清盛の判断ミス、そしてメンツにこだわり出発を1週間遅らせた致命的な行軍の遅さが関係しているのです。さて今回はこんなところですかね。カオス編集長の部屋では引き続き皆さんのリクエストを募集しています。コメント欄にどしどしコメントしてください。カオス編集長でした。ごきげんよう。